話の始めに一つ、源氏物語のにちなんで私も仲間に入れていただいてやることのご紹介をしておきます。それは期日は6月の7日の13時から17時、つまり1時から5時まで、会場は12時30分になりますけれども、日本財団ビルの2階の大会議室なんですが、主催は中央公論社とそれからエンゼル財団という、森永のエンゼルマークがシンボルですが、それにちなんでエンゼル財団という、今までもキリスト教関係のいい日本文化と外国の文化の交流の仕事をしてこられた財団ですが、その中央公論社とエンゼル財団で主催で、テーマは源氏物語とネオイの心、世界に響く大和言葉の世界という、そういうテーマですが、大阪の作家の田辺聖子さんと、それから幼稚大学の名誉教授の渡辺正一さんと、それから私も加わりまして、源氏物語を多少こう多角的に第一部は和歌から見た源氏物語で、田辺さんがまず講演をして、その後田辺聖子さんと私とこのそのテーマについて対談をいたします。それからそれが1時からで、それから休憩があって3時から世界文学としての源氏物語、紫式部の源氏、それから谷崎源氏というふうなことで、私が宣長折口、それから谷崎の源氏についての功績、あるいはその成果というふうなものを話しまして、それから渡辺正一さんが世界文学としての源氏物語、ウェーリーの源氏物語の英訳の問題などを取り上げて講演をしてもらいます。そしてその後でまた渡辺さんと私とが対談の形で源氏物語の国際化についてというふうな、私にとっては雲をつかむような話ですから、渡辺さんや松田先生に助けてもらって、そういう対談の形で話を進めていきます。今日もきっと係の方が多少プリント持ってきていられるだろうと、来週はその申し込みの用紙、そうか、今日もいくらかあるのかな、関心のある方は後で、もらってみてください。参加費は無料、大変ありがたい、それで無料で、この前の宣長の時なんかはお昼弁当を出してくださって、また夕方お茶となんかサンドイッチのようなのを出してくださって、それで無料でした。ああいう会は大変ありがたくて、講師で喋りに行ったわけですからですけども、あんまり体験したことのないありがたい会でありました。で、今日のところへ入ります。